ちょっとですね、大通りに来ましたけども、今向かっているのがね、牛タン味噌カツの一流。ちょっとね、有名なんですよね。そこちょっと私向かっています。国分町にありますんですけども、ちょっとそこはですね、牛タンで有名なお店みたいなので、ちょっと行っていただきたいと思っております。楽しみですけどね。もうちょい行ったところにその目的地がございますので、ちょっと楽しみですね。今日休みだったら最悪ですけどね。結構歩きましたからね、いつのパターンですけども。東北交際病院、あったそこだ。一流、これだ。こういうところね、あんまり来ることないんですけども、牛タン味噌カツの一流ですね。じゃあちょっとここでちょっといただきたいと思います。夢破れてですね、スーザンボイルじゃないんですけどね、あの一流さんですね。ちょっと今5時ちょっと前に到着して5時待ったんですけども、定刻がですね6時からみたいです。ちょっと1時間待てないんで、ちょっとこのままちょっと撤退じゃないですけども、ちょっとまた別のちょっとお店ちょっと探したいと思います。残念。牛タンのね、美味しい一流っていうですねお店をちょっとですね目指してきたんですけども、ちょっと1時間ですね、なかなかこの貴重な1時間はどうしてもちょっと待てないので、ちょっと今日大変恐縮なんですけども、ちょっとこれはホテルの方に向かいましょう。私が、まあ、今日ちょっと道民院なんで、ちょっと向かいましょうかね。うまいやつだったらね、うまくなくてもいいんだけど、もう国分町うまいやつじゃなくてもいいんだけど、ちょっと、牛タンのなんか食いたいですね、定食みたいの。マジきついな。うまい酒総本店、ここら辺だな。なんか有名ななんかねえかな。普通にザン・ムシアみたいな、ザン・ムシア伊豆王みたいなのねえのかな。ちょっと今回は大魔王、マルカン、オートジャル大丈夫。
ちょっと一旦切ります。